今回こちら CZ200S をハイパーミーティングに持ってきました。前回横浜さんのネオバで59秒745というタイムを記録しまして、今回ハイパーミーティングの5ラップバトルに S タイヤをつけて出場します。この車はエボテンでどれぐらいタイムが出せるかというのをコンセプトに HKS の方でチューニングを進めておりまして、タービンが GT3240 の GT フルタービンキットを装着しまして594馬力を出力出します。 S タイヤの方なんですが、同じ横浜さんの A050、こちらを装着しまして、先ほど、予選の方を走ってまいりました。マシンはですね、この CZ200S、マニュアルの方ですね、これで走りました。今回ね、初めて S タイヤを装着して走ったんですけども、思いのほかいいタイムが出ました。タイムは57秒2。これはね、エボテンの中では一番速いタイムだと思います。多分ぶち切り速いと思います。この後決勝が始まりますが、頑張って一番取りたいと思います。